あ、お願いします、フラン様。う、あ、大丈夫。え、似てる。はい、それじゃあ料理をお任せで、二人でいただきます。どうすか。なんか二人ともめっちゃスンって感じだったね。普通普通すぎた。今度はまあ食事普通、めっちゃ美味しいか普通かでいいと思うけどね。プリルのエプロンが欲しいです。なんか料理人ばっかりやん。姫は、姫様は、おっしゃー、フリルのエプロン来たー。やったね。どん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 防御力を上げていく。もちろん、あゆなに。かわいい、超かわいい。どうしよっかなー。黄色が良さげな感じやな、これにするわ。よし、行きましょう。やっぱり、どんな職業についても、女の子は可愛く着飾らないとね。はい、お小遣い。お、欲しくないの？マジで？全然パワーアップしてないやん。大丈夫？はい、じゃあ出発していこう。あ、もう内部入るんじゃない？これ。入るよね、多分。倒れてる。傷ついたエルフ、アブ。う、大変だ。大魔王がエルフの村へ。でもきっと大妖精の皆さんが守ってくださる。この顔でアブっていうのは実況者のアブさんですか。大妖精長女、エルフの大妖精、三姉妹の長女、大妖精を率いる色っぽい大人の女性、大妖精次女、エルフの大妖精、三姉妹の次女、ちょっと内気だが心優しい少女、大妖精三女、エルフの大妖精、三姉妹の末っ子、可愛らしいわがまま娘。三姉妹に配役する身、ここはもうランダムで行ってみようと思います。一気に決める。さあ来い。え、かわいい！みんなかわいい！やった！しかもまあなんか、姉妹っぽくない？長女フラン、次女大妖精、次女なのに大妖精、三女ココア。え、めっちゃ良くない？顔の系統もまあ似た系統やし、いいね。あ、変わった。変えてしまった。でもこれも可愛いけん。じゃ、これでいこう。決定で。待って、二人同じのがおる。じゃ、一つ前の方にしよう。じゃ、これでいきます。決定で。よしよし。二人の顔が同じになるっていう、まさかの双子。あー、お願いします、フラン様。う。あー、大丈夫。え、似てるー。寝てるー。なんか外から見たらめっちゃ寂れて見えるな。エルフの村。村やった。村でしたわ。さあ、村の中には誰がいるのかなーっていうのも楽しみよね。臆病の見張り、ニッキー。キャッ。ここはエルフの村よ。大魔王が来て大変なの。よそ者は出てって。よそ者だけど、そんな風に言わないで。一つ目や。君じゃないよ、ちょっと。花瓶に反応しすぎじゃないの。君なんだよ。大妖精ファン1号。なんて読むの？ノーペム。わからん。おー、フラン様。僕は大妖精三姉妹のファンなんだ。一押しは長女のフラン様。大人の色気がたまらないんだよね。大魔王もメロメロだよ、きっと。これあれじゃない？デデデ大王じゃない？違う？だよね、やっぱり。大妖精ファン2号、デデデ。おー、大妖精さん。大妖精さん大好きだ。物静かでお優しくて。そして可愛い。おー、おー、落ち着け。大魔王なんかに負けないで。大魔王。大魔王を倒して、大妖精ファン3号、エンマ。エンマ？エンマっていうのはあれ？あの、稲妻イレブンのやつかな。おらんかったっけ？おらんかったような気もする。まあ、ココアちゃん。ココアちゃん最高。わがままで愛らしくて。まさに妖精。まあ。大魔王も手出しできないね、絶対。変態じゃねえか。
そしてこの子は悔しがる女フラン。まさかの大妖精長寿と被ってる。キー。この村三姉妹ばっかり強い方へされてるの。悔しい。美しさだったら負けないんだから。ねえねえ、私綺麗でしょ？いいえって言ってこ。うん、あなたセンスないわね。何したの？仕方ないわね、みたいな顔。私なんて名前も一緒なのにって思っとるよね。怠け者、土の子。ぐったり。はあ、めんどくさ。何をするのもめんどくさいよ。僕はずっと寝て過ごすんだ。大魔王？何それ？おいしいのまで言えよ。いたずら魔女、ゆゆこ。えへへ。私は魔女だよ。うん、怪しいやつ。えい！消されて。えへへ、びっくりした？びっくりしたよ、やめてよね。人の命をそんな風に扱うのは。魔女ってなんかね、村の外れとかに住んでそうなイメージ。ん？わー！お、三女のココアちゃん。みんな大変よ、大変よ。ただ、大王が、お姉ちゃんたちが、あわー、大魔王が、お姉ちゃんたちが、あわー。ちょっと、落ち着いて。大王っつったったらしい。大魔王アスミがエルフの村に現れた。村を守るため、大王戦の三姉妹が立ち向かった。そして、激戦の末、大魔王を東の門から追い出した。しかし、安心した隙を突かれ、長女と次女が怪物たちにさらわれてしまった。めっちゃこの、文字で、ストーリーが、ということらしい。はぁ、はぁ、ふ、落ち着いたわ。ねえ、あんた、大妖精姉ちゃんを助けるんですだって、大妖精姉ちゃん。いいえって答えたらどうなる？もう、一人で行けって言うの？ねえねえ、お願い、手伝ってよ。いいえ。なるほどね。行くまで、話さないと。あれじゃない？なんか前回のの三女のこと似てない？結構。じゃあ一緒に行きましょう。ココアが仲間に入った。大妖精姉ちゃんを助けに、果汁の洞窟へ。レッツゴー。さあ、じゃあ向かいますか。えへへ。あら、ココア様、こんにちは。ココア様にプレゼント。えい！おー、わっ！えへへ、綺麗でしょ。なんだって、ココアにはいたずらをしないのか。ぐったり、なんだか騒がしいな。何かあったの？まあ、どうでもいいけどね。よくないよ、君も顔を取られてみろよ。大妖精の三姉妹が大変ですって？私の地底が来たかも。とか言ってる場合じゃないわね。ごめんなさい、不謹慎でした。結構普通に常識があるいい子じゃないか。うわー、ココアちゃん。お。え、うわ、ココアちゃん。お姉さんたち心配だね。応援してるよ。頑張って。ここで俺が助けに行くよって言わないあたりがね。おー、大妖精さん。大妖精さんはどうなったの？心配でどうにかなっちゃいそう。おー、おー。ココアさんも何とかして。この情けない男たち。おー、フラン様。フラン様が大変なことに。僕が助けてあげたい。でも無理だよ。怖いよ。ココア様頑張って。ニコニコしてる場合じゃないよ、ココアちゃん。キャッ！大妖精のお二人が、エルフの村はどうなっちゃうの？怖いよ、ココア様。頑張って、助けてきますよ。きっとこの後仲間も増えるであろうからね。さあ、ってことで、まずは、どうなん？果汁の洞窟に向かいます？これ果汁の洞窟かな？ちょっとわからんけど。東の門。巨大な門が道を塞いでいる。今は進めないみたい。あ、ってことは下か。洞窟とかあった？この先かな？なんかクイズマンの帽子が見えた気がするよ。いっかー。旅は道連れ。世は情け。ということで頑張っていきましょう。まあね、また、いろいろな問題ごとに巻き込まれてしまったから、頑張っていくしかない。早速回復。あ、でもこれあれよね。このココアちゃんは攻撃はしてくれるけど、体力がないっていうのはめっちゃいいね。
回復する必要もないってことやけん。勝ったぞー。お、レベルアップー。スラッシュを覚えた。切り裂く風を敵一匹に叩きつけて攻撃魔法。お、ボーナス経験値きた。もらいます。しかしそんなに稼げてないっていう経験値。はい、開けます。ゲーム券を1枚ゲット。ゲーム券結構溜まっていきよる感じするね。朝ごはん美味しかった。今それ自分で作ったんかな。やって今、あ、なんかめっちゃ可愛くない？なんか超素朴な感じするんやけど、この子。どうした？目が小さいけんかな。めっちゃ可愛いんやけど。なんかこんなか弱い子をいじめないでって感じになる。逆に主人公たちに。お、新しい技スラッシュ。はい、容赦なーい。どうだ。いや、いいよ。敵だからね。やっつけていかねばならない相手だからね。よく寝た、すっきり。負けないぞー。めぐちゃんもあれよ。寝てすっきりすればね。ねえ、めぐってさ、決め台詞ある？お、決め台詞。どうやろ、また後々、決めておこうか。やっぱり思いつかないや。そっか、残念。そうやね、決め台詞。はい、到着。めぐちゃん決め台詞ってなんかあったかな、動画とかで。お、助けた人が950人になったので。神の力の目覚め。HP 振りかけ増量を大事そこ。HP 振りかけのサイズが260から280になった。安全地帯パワーアップ。安全地帯に回復効果がパワーアップ。ほっほっほ。助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけて、ミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに、次の目標は1000人助けること。頼んだぞ。ほっほっほ。これは一体何人までいるんだ？お、スキルレベルアップ。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？お、来たか。来た！お！新しい仲間が来たみたい。いやー、助かるー。戦闘系助かるー。シャプー、お待たせ。私はプーだよ。力になれるよう頑張るから、一緒に連れてってね。プーが仲間に入った。イエーイ。頑張っていきましょう。ってことで、プーさんとりあえずこっちに、次また一人来た時にね、同じ部屋になってもらおう。はい、じゃあとりあえず料理をお任せで。どうすか。おお、めっちゃ飛んだ。おー、いいやん。全員いい感じやった。大先いいぞ。はい、それじゃゲームコーナーで、ルーレット。おー、シルクのドレス。来たよ。めぐちゃん来たよ。ついに。さあ、来い。お、経験値？経験値そこそこ。経験値？どんな訛り方？じゃ、これも速攻で、プーさんに使っていこう。レベル上がっていただきたいんで。いいよ、いいよ。もっと上がるかと思ったけど、1個しか上がらんかった。ま、でも、1上がっただけでもね。はい、じゃ、お小遣いはいらないのね、みんな。オッケー。じゃあ、向かっていきましょう。プーさんを加えた、この3人で。出発。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。